波は神で。僕フォルテ。おはようございまっちゃ。フォルテです。本日は、ピアニストなら1ヶ月弾いてない曲でも、本気でやればすぐ取り戻せる説をね、検証をやっていきたいなと思いまっちゃ。そのターゲットとなる曲はこちら、革命です。正真正銘1ヶ月ほど練習しないです、革命。演奏会や学園祭の仕事とかでね、結構ちょっとバタバタしてたので、ちょっとね、この曲、演奏会のプログラムに入ってない曲だったので、全然練習しなかったです。で、1ヶ月ぶりにどのくらい下手になってるのか、ちょっと確認してね、そっからちょっと本気で練習して、まぁ、ちょっとある程度上手になる様子をね、ちょっと多分上手になるだろうと思うから、その様子をお届けできたらなと思います。ではまず1ヶ月ぶりに通してみましょう。弾けてないところもあっても許してください。皆さんとお目を合わせることがございませんって言っても目を合わせる下手くそになってましたね。はい、というわけでね、1ヶ月も経ってるさすがにしょっぱい中断難しかったです。やっぱ1ヶ月ぐらいねこの曲をまともに練習してなかったらさすがに弾けなくなりますねということが実証されたので、これからどうやったらその曲をすぐ取り戻せるのかっていうのをねちょっとねどうにかすぐお見せしていきたいなと思います。まず弾いてる中で弾けてない曲がいくつかありました。まず左手です。ちょっと左手が重くなってましたね。手が重あんま回れませんでした。ですので。ペダルでちょっとごまかすとこが増えてたので、ちょっとペダルなしで練習していきます。
もつれてますね。ありえません、こんなの。ダメ、ダメ、ダメ、ダメなのよ。よいしょ。あー、ごまかしまくってる。よいしょ。ここ難しいね。みんな同じ。ここのよく左手が動くとか難しいよね。こういう場合も改めて指の動作を確認します。なみなかみで言葉で言いながら練習をした方がいいです。っていうのも言葉で言えないテンポで弾けないのに、わかります？だいたい弾けた時ってどんどんテンポが速くなってるんですよ。で、ごまかしてるんですよ。だったら一個一個の音を全部言葉で言ってたら絶対ごまかさなくなります。絶対ごまかさな、絶対今、口をごまかしましたよね。さすがに1ヶ月ぶりでも難しいですね。でも、こういう風な感じで、こまごまと練習したらすぐ弾けるように戻ります。もう、マッスルメモリで戻ります。フィンガーメモリで戻ります。ごまかしたらダメって言ってるでしょ。ごめんなさい。よし。オッケー、なるほどなるほど。こんな感じでね、ゆっくりやってみてください。まあね、本当にね、弾けてないとこだけを抽出して、ものすごくゆっくり練習すると、もう1ヶ月弾いてなかったとしても、1時間くらい本気でやれば戻ります。その様子をね、まあ先ほどやったような練習をちゃんと繰り返すと、本当に戻るのでやってみてください。それでは、僕が本気で練習した成果を発表したいなと思います。というわけでね、まぁ、こんな感じでね、ちゃんと本当に弾けば絶対弾けるようになるので、まぁ、どうにか今年中には頑張って弾けるようにね、頑張ってみたいなと思いますよ。まぁ、皆さん、ゆっくり、たくさん、何度でも丁寧にやったらすぐフィンガーメモリで思い出すので、ぜひとも頑張ってみてください。それでは、グッバイ。グッドボスしてて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。